今止まりました、ガーデンシュレッダーで、まあ安全機能がついてるんで、過電圧状態になるとこうやって止まります。で、過電圧な状態になる原因っていうのがあるんで、それを取り除いてあげるとこのガーデンシュレッダーはまた使えるようになります。で、それを取り除かないと、使えません。で、さっきみたいにガーデンシュレッダーでこういった枝を切っている、あの枝を裁断しているときに過電圧状態が連続していると起こります。じゃあどういったことで起こるのかっていうんで、今からその原因を取り除きたいと思います。で、ちなみにガーデンシュレッダーで裁断した枝はこんな形です。こんな感じにね、なってます、ね、これは後で肥料として使います。で、このままでは肥料としては使えないんで、まあ、その肥料として使うような動画っていうのは後であげますんで、そちらの方ご覧ください。で、今回はこの原因ね、あの過電圧になって動かなくなった。さて、どうしよう。ガーデンシュレッダーを買ったのはいいけど、使ってみたら止まっちゃった、さて直せない、どうしようっていう風になった時に、直し方を今から教えます。今この中に枝がだいぶ入ってます。こうやってね、中の狩り場が止まった状態です。まあ、要は詰まった状態になってるんで、この状態を取り除いてあげれば狩り場が動くようになります。そうすると過電圧な状態は正常な状態に戻ります。で、まずこの蓋を開けて、その狩り場を、狩り場の中のストレスとなっている枝を取り除いてあげなきゃいけないんで、それはここにあります。それを取り除く段階はまず1番ここ、はい、これです。これを回してあげると、回してあげてこのつまみで上蓋部分を開けてあげます。そうすると中の狩り場の状態が見えるようになるん で、素手でやんないでください。狩り場は結構危ないんで、狩り場がどういうものかっていうのが分かってる状態の人は大丈夫ですけど、全く分からないで慣れてない人が素手でやるのは危ないんで、それはやめてください。はい、こんな状態で詰まってます、ね、見てください、ほらね、詰まってるでしょ、いっぱい見て、ね、で、これが過電圧を起こしている原因ね、これがね、なのでこれをまず取り除いてあげないといけないんで、こうやって取り除きます。狩り場で、まあ、なんでこういうことが起こるかっていうと、この中に狩り場があります。今ここに狩り場があるんで、本当素手ではやらないでください、危ないんでね、これよく切れますんで、ここに狩り場があります。わかります、これね。で、これで枝を裁断して、このガーデンシュレッダーは高速で回転して回ることによって枝を裁断していると。で、その裁断した枝が下に落ちて、こちらのボックスにこう落っこってくると、こういう仕組みになっています。で、ただこの狩り場の間、ここに隙間があるでしょ、狩り場の間のこの隙間、この隙間から刈り込んだ、要は裁断した枝が下に落ちて、この下のダストボックスね、こっちの隣のこちらに落ちてくる仕組みになってるんだけど、中にはやっぱりこう裁断させるときに、要はこれがこの、ちょっといい、この状態でここから枝を強く圧力かけて入れたりすると、やっぱり刈り込むときにだいぶこうストレスがかかって、こんなような状態でね、刈り込めなかったりした、こんな刈り込めなかった、刈り込みが甘かったような枝が残ります。で、そうするとそういったのが蓄積されていくと、要は下に狩り場のこの裁断したこの隙間から下に通らないで、こういったところに溜まっていきやすくなっていくと。で、徐々に溜まっていくから、余計詰まって、で、やがてこの狩り場がだいぶストレスを感じて過電圧を起こして止まってしまうと。なので、先ほどのようにこちら、これ ここね、これがこう上からちょっと取ってて、これがこの状態ではまってると。
なのでここのつまみを回してもらって、このつまみを回してもらって、ですからここのつまみを開けてもらって、上蓋を開ける。でそうするとこの狩り場のところに到達します。でさらにここに詰まった枝をね、裁断された枝類をこう取り除いてあげると、ね、そうすることでまた使えるようになります。またね、普通に使えるようになります。このガーデンシュレッダーは結構こういったことが起こります。なので連続して使うって言ってもなかなか難しいんで、まあ、ガーデンシュレッダーに関してはこの特にね、ここのね、こういったところね、こういったところ、ここにこっちによくたまるんでね、ここの狩り場のとこの、ここもそうなんだけど、ここから落ちたのが要はここにこう流れてきて、で下に落っこってくるんですよ、ね、落っこってくる。この落っこってきたのが、まあ、要はここなんだけどね、ここ今ちょっと少し溶けるけど、少しここ開いたかな、見えたかな、この指のところ、ここね、このところ、こうやってね、本来だったらこうやって隙間が空いてて、から枝が落ちていってくれます。こうやって徐々に空いてきた、ね、でこれを取り除いてあげるとまた元のように使えるようになってくる。こんな仕組みなんです、こいつはね。でこのあとこれを取り除いた後に動かなかった場合っていうのがあるんで、それも教えます。歯がね、こうあるんですよ、歯がこうやってね、こうやってこういったところに、ね、きれいにこうやってね、これ触ると危険ですからね、だから素手でやらないように、これはね。でこれが危険なんで、こういったところに溜まってるのはきれいに取り除いてあげる。こういったのはね、そうするとこれがストレスなく回りやすくなってくるんでね。で周りもこうやって取り除いてあげると、ね、はい、いいかな、ね、はい、これでだいぶきれいになったでしょ。きれいになったね。でそしたら今度はこれを蓋をします、ね、で蓋をしてここを止めていくんですけど、これ、ね、この上蓋が開かないようにしっかりとこれを固定する。でこれ結構ね、回さないとしっかり固定できないんで、よく最後まで固定してください。はい、今止まった。でこれでスイッチを入れると、通常だと動くんだけど、動かない場合はこのブレーカーボタンね、これを押していただくといい。運転中モーターに負荷がかかると過負荷、保護装置が働いて電源が切れますと、まあ、さっきの状態ですよね。でこの場合は電源プラグを抜いて負荷の原因を取り除いた後、30秒以上待ってからボタンを押してくださいと。でここのスイッチを入れると、ね、で電源をオンにすると、まあこれ多分かかります。まあこれで電源が入ると思います。でもう一回入れてみたいと思います。これではね、入らないかもしれない。一回ちょっとやってみるよ。入らないね。なのでこれを一回押して、ね、これで入ると思います。いきます。
はい、着きました。まあ、こんな感じで、もしね、モーターに負荷がかかって過負荷状態で止まった場合には先ほどの手順で、原因を取り除いてください。枝を取り除いて、で先ほど危険なことはお伝え、動画の中でお伝えしたんで、狩り場は素手で絶対触らないでください、ね。扱うのはすごい危険ですので、指を切っちゃったりするんで、ね、危険なんでやらないでください。で取り除いた後電源を入れてもつきません、ね。なので、こちらのブレーカーボタンを押していただくと、でこれやるときに必ず電源は抜いて、こちらのね電源抜いて取り扱いしてください。そうすると先ほどと同じようにちょっと入れますよ。こんな感じでもう一回、ね、使える状態に戻りますんで、使えなくなっちゃった、どうしよう、あれピクリとも動かなくなっちゃったとかね、そういったことでね悩まず、ぜひねこういったことで解決すぐできますので、ぜひこの動画を参考にして、皆さんこれから枝を剪定する人とか、ね、こういったガーデンシュレッダー使う人、新しく購入するんで迷ってる方、ね、または新しく買ったはいいけどこういった原因で対処の仕方がよくわからないっていう人ね、そういった人はぜひ参考にしてみてください。じゃあどうも。